オンフルールはフランス、ノルマンディ地方の港町である。ノルマンディ地域圏、カルバドス圏に属し、セーヌ川砂岩の河口に位置する。観光の町としても知られ、急港の風景は印象派の絵画の題材ともなった。画家のウジェーヌ・ブーダンや作曲家のエリック・サティの記事でもある。対岸のルワーブルとの間には、1995年にノルマンディ橋が架けられた。 町は、1027年のノルマンディー校、リシャール3世の文書に最初に登場する。12世紀の中頃まで、町は、ルーアンからイングランドへ商品を運ぶための重要な、中継地点であった。安全な港と広い後輩地を持つセーヌ川の、三角州に位置するため、100年戦争の開始地点により、町は、戦略上重要な場所としてその恩恵を受けた。 シャルル5世によってイングランドの攻撃からセーヌ川の三角州地帯を守るため町の防御は強化された。これはアルフルールの港によって後押しされた。しかし1357年と1419年から1450年の間イングランドの占領を受けた。フランス支配下時代しばしば襲撃隊がイギリスの海岸より略奪を行うために 港から出版した。1450年代に、ケント州のサンドウィッチの破壊事件も一部これに含まれている。100年戦争時、町は海上貿易の恩恵により潤い、18世紀末まで続いた。16世紀の地域紛争の間、貿易は阻害された。港は、数多くの探検者の出発地でもあった。特に年の,のポリミエオンヌビルは、 ブラジルにたどり着いた。1608年、サミュエル・ド・シャンプランによって組織された探検隊はカナダのケベックの街を築いた。1608年以降、街はカナダ、アンティル諸島、アフリカの海岸、アゾレス諸島との貿易により繁栄した。結果として街はフランスの豪大奴隷貿易港の一つとなった。この時期、街の急速な発展の結果、 ジャンバティスト・コルベールの命令で街の要塞が壊されることとなった。フランス革命とフランス第一帝政、特に大陸風坂の時代、街は廃墟となった。19世紀に北欧からの木材貿易により部分的に復興しただけである。しかし、貿易は港の入り口が浅くなることと近代的なルアーブル港の発展により限界があった。 しかし今日も港は機能している。ありがとうございます。